ビクトル・シェストレムはスウェーデンの映画監督、脚本家。彼がアメリカ時代に監督した作品では、ビクター・シーストラムの名前でクレジットされている。創世期のスウェーデン映画界やハリウッドで映画監督として活躍したことから、スウェーデン映画の父と呼ばれる。監督業の傍ら、映画俳優としても独特の存在感を示した。 特に、イングマール・ベルイマン監督の、ノイチゴにおける演技が有名。青年時代のビクトル・シェストレム。ビクトル・シェストレムは1879年9月20日に、ベルムランド地方のシルボダルで生まれた。父親のオロフは、海運業者。母親のエリザベスは、元舞台女優だった。1880年に、シェストレム一家は、 父親の経営する会社のあるニューヨークのブルックリンに移住した。1886年に母親のエリザベスが三熟熱で死去。父親のオロフはその後一家の乳母であった女性と再婚する。シェストレムの研究家たちは幼年時代に敬愛する母親と死に別れた経験が後年シェストレムの映画に登場する毅然とした。 女性像に投影されていると指摘している。結局、シェストレムは、ママ母とうまく関係を築くことができず、また厳格な父親への反発もあって、1893年には一人で、スウェーデンに帰国し、ウプサラに住む、おばの元に身を寄せることになった。少年時代のシェストレムは、演劇に関心を抱き、学校の休暇中に、 スウェーデン王立劇場に足しげく通ったという。学校では演劇部に所属し、そこで監督や主演俳優など中心的な役割を果たした。シェストレムは卒業後演劇の道に進むつもりだったが、1895年に事業に失敗した父親がストックホルムに帰国すると、彼を取り巻く状況は一変する。シェストレムは 苦しい家計を助けるために、ストックホルムの路上で、ドーナツのセールスマンとして、生計を立てていくことになった。翌1896年に、父親のオロフが死去すると、シェストレムは、再び役者を志すようになる。経済的な理由から、王立演劇学校で俳優としての正規の教育を受けることができなかったシェストレムは、旅芸人の一座を率いて、 スウェーデンやフィンランドを巡業する。結局その後10年以上にわたって北欧各地を旅して回ったシェストレムだが、この時期に俳優や演出家としての素養を身につけることになった。そんなシェストレムに転機が訪れたのは1912年のことである。巡業中に培った演出家としての能力を認められたシェストレムは、 映画プロデューサーのチャールズ・マグナソンに誘われ、当時急成長を遂げていた映画会社のスベンスカ・カビューグラフ社に就職することになる。ここで、シェストレムは、ほぼ同時期に入社したマウリッツ・スティッレルらとともに、創世期のスウェーデン映画界で、サイレント映画制作に携わることになる。シェストレムの監督デビュー作は、1912年に公開された。 エッド・ヘムリーグッド・ギフターミルであった。その後、シェストレムは、スベンスカ・ビューグラフ社の看板作家として、次々と話題作を発表していく。1912年に公開された、監督第2作の、トラッドガーズ・メスターンは、映画中にレープを示唆する描写があるとして、スウェーデン国内の検閲機関から、上映禁止処分を受けてしまう。翌1913年には、 映画史上初めて社会ハリアリズムの手法を用いたインガボーグ・ホルムを発表、スウェーデン国内で大いに物議を醸すことになる。1917年制作の波高き日は当時としては記録的な制作費を継ぎ込んだ大作であり、スウェーデン映画の黄金時代の幕開けを告げるものになった。1918年の生恋し恋は、 シェストレム初期の傑作であると同時に、スウェーデン映画黎明期を代表する作品として高く評価されている。1921年に発表された、霊魂の不滅は、フラッシュバックを多用した物語構造や、二重露光を駆使して撮影された幻想的な映像美が1920年代には革新的なものであり、スウェーデン映画史上で最も重要な作品の一つに、 数えられている。スウェーデン映画史に残る傑作を次々と発表するシェストレムはやがて国際的にも知られた存在になっていく。1923年にシェストレムはメトロゴールドウィンメイヤーの創始者の一人であるルイスビーメイヤーによってハリウッドに招聘される。ハリウッドの潤沢な資金援助を受けたシェストレムは監督業に専念し、 そこで様々な作品を制作することになった。1924年公開の殴られるキャッツは、ロン・チェーニー主演のドラマ映画であり、新生メトロ、ゴールドウィン・メイヤーにとって、最初の大ヒット作となった。次に、シェストレムは、当時の売れっ子女優、リリアン・ギッシュを主役とする映画の撮影を開始する。1926年制作の、 シンクの文字と1928年制作の風がそれであり、前述の殴られるキャッツと合わせて、シェストレムのハリウッド時代を代表する傑作として高く評価されている。新天地アメリカでも名声を得たシェストレムだが、1930年には家族を連れてスウェーデンに帰国することになる。シェストレムが得意としたサイレント映画が徐々に下火になり、 逆に当時一般的になりつつあったトーキーに最後まで馴染めなかったからだとも言われている。帰国後シェストレムは新たに数本の映画を監督するが、いずれも初期のスウェーデン時代やハリウッド時代の力作には及ばない出来であると、批評家たちからは低い評価をされている。結局1937年に撮影されたアンダーザ・レッド・ローブを最後に、シェストレムは 監督業から引退することになった。監督業から引退したシェストレムは1939年から1943年にかけて演劇の世界に没頭する。しかし1943年には彼の所属するスベンスクフィルミンダストリー社の上層部に壊れて再び映画業界で後進の育成を担うことになった。この時期に シェストレムは、当時まだ新進気鋭の脚本家であったイングマール、ベルイマンと知り合い、彼に様々な助言を行っている。1945年に、ベルイマンが危機で監督デビューを果たした時、社内で孤立した、ベルイマンの味方となったのは、シェストレムただ一人だったと言われている。1949年にスベンスクフィルミンダストリー、 社を退社したシェストレムは、ほとんど数えるほどしか映画に出演していなかったが、1950年には、ベルイマンの監督作品である、歓喜に向かってで、年老いたオーケストラの指揮者を演じている。1950年代のシェストレムは、青年時代のように、劇団を率いて、各地を巡業する生活を開始する。当時のシェストレムがしばしば演じた役として、 アーサー・ミラーのセールスマンの死に登場するウィリー・ローマン役などが挙げられる。また、この時期に下積み時代のマックス・フォン・シドーとも共演を果たしている。ノイチゴの撮影現場1957年にシェストレムは彼を敬愛する映画監督イングマール・ベルイマンの要請を受けてベルイマン監督作品のノイチゴで主人公であるローイ作教授を演じることになる。 当時のシェストレムは78歳と高齢で健康に優れず、撮影中にセリフを忘れることもしばしばだった。撮影監督のグンナールフィッシェルによれば、屋外での撮影が予定されていたいくつかのシーンがシェストレムの健康を考慮して、屋内での撮影に変更されたという。また、撮影中のシェストレムは非常に気難しく、 監督であるベルイマンの演出に不平をこぼすことも少なくなかった。撮影時には多くの困難が伴ったものの、完成後、野イチゴは批評家たちから絶賛を浴びた。特に主人公役であるシェストレムの演技は素晴らしく、監督のベルイマンが後に、ノイチゴは彼自身の映画ではなく、シェストレムのものだと語るほどであった。シェストレムは本作品で、 ベルリン国際映画祭国際批評価連盟賞とナショナルボードオブレビュー賞主演団優賞を受賞した。しかし撮影の激務のためか、シェストレムの健康状況は著しく悪化し、映画の公開とほぼ時を同じくして心臓病で入院することになってしまう。一度は退院したものの、1959年12月に再入院を余儀なくされたシェストレムは、 その3週間後の1960年1月3日に80歳で死去。シェストレムの遺体は数多くの著名人が眠っていることで知られるストックホルム郊外の北の墓地に埋葬された。創世期のスウェーデン映画界とハリウッドで映画監督として活躍し、数多くの傑作を制作した実績は非常に高く評価されている。シェストレムは イングマール・ベルイマンが登場するまでは、マウリッツ・スティレルと並んで、最も国際的な評価の高いスウェーデンの映画監督であった。晩年は後進の育成にも力を注いでおり、そのような業績を称えて、シェストレムのことを、スウェーデン映画の父と呼ぶこともある。特に映画監督・ベルイマンに与えた影響は、絶大であり、ベルイマンは、シェストレムの、霊魂の不滅を、 本当の意味で、衝撃的だった、最初の映画体験だったと述べている。映画評論家のピーター・コービーは、ノイチゴ冒頭の悪夢のシーンで、ベルイマンが、レイコンの不滅から直接的な影響を受けた、可能性を指摘している。スウェーデン映画の父という輝かしい名声の反面、スウェーデン時代初期のシェストレムの作品が長年ほとんど、見られることがなかったのも事実である。 シェストレムは映画が産業として成熟する前の映画監督であり、現在完全な形で視聴できる作品が非常に少ないというのが、その原因の一つである。特に1912年から1915年にかけての監督作品は、お損や散逸が甚だしく、現存しているのはわずか数本に過ぎないという状態である。このような状況の中、 1980年になって、ようやくシェストレムの本格的な電気が、脚本家のベント・フォシュルンドによって発表された。映画監督シェストレムの全容に迫った、研究書が出版されるのは、これが、初めてのことである。1993年には、シェストレムのハリウッド時代の代表作である、風が、アメリカ国立フィルム登録簿に登録された。シェストレムと、 ベルイマン左から制作年度、映画の放題、現代の順に記述する。日本未公開の作品は横にと示した。ありがとうございます。